じゃあ次はここですね、うん、まあ一般的にはこう親指のひらで、うん、まあこ、まあ、こ内側は俺をこう下とここの際2つだけだけど、うん、外側は下真ん中上で一応3本、うん、で親指だけで押すと圧があんまり結構入んなかったりしたりとか、圧が入んないからこう結構立ってやる人もいるんだけど、これも結構ねしんどいから、うん、あ親指でこう流してやった後にさっきやってたこれはここで押してんの、うん、ここね親指のこの第一関節、うん、ん第一第二か、うん、でここを押し付けてこれはこれ結構簡単だから、でこっちの方が効くから、うん、がっつり、うん、でここはねそんな難しいことはないから手順も何も両脇しかないから、うん、やるときは始めついたときと終わりまでに圧を均一にする、うん、出始めが入ってなくて途中で入ってる人とかいたりするから、ちゃんとこうこの筋肉の流れに沿ってこう圧がこう均一にかかるように最後までこうしたり、うん、これがただやってるんだとなんかさこう圧がさ入ってないような人もたまにはいるから、しっかり意識していく。こういうとこもあんま早くやるよりこうゆっくりやってあげた方が多分あんま早いとねゆっくりじわーの、じゃあ次はふくらはぎ。